皆さん、こんにちは。本田清六博士を検証する会の会長の渋谷と申します。私は今、久喜市にある本田清六記念館にいます。ここは日本の講演の父と呼ばれる本田清六博士の生い立ちや業績を分かりやすく紹介した施設です。本田清六という名前を初めて聞く方もいるかもしれませんが、本田清六は渋沢栄一や荻野吟子と並んで埼玉県を代表する偉人の一人に数えられています。日本の林業の発展に尽くしただけでなく、生活に身近な水源林や鉄道防雪林の整備、国立公園の設置、さらには奨学金の創設にも貢献した人物で、埼玉県で行っている本田清六博士奨学金はこれまで多くの方が利用しています。本田清六は、人は生まれて産湯に浸かるときから棺桶に入るときまで一生木のお世話になると言っています。自然をこよなく愛し、樹木を慈しんだ本田清六です。環境問題が世界中で大きな関心となっている今、本田清六の思いや人柄に触れることで自分自身の新たな発見につなげてみませんか。皆さんもぜひこの動画をご覧になって、本田清六の魅力を探ってみてください。それではどうぞお楽しみください。皆さん、こんにちは。久喜市教育委員会文化財保護課の松村と申します。ここからは本田清六博士の主な業績とその生い立ちについてお話しします。本田清六は江戸時代末期の慶応2年、現在の埼玉県久喜市に生まれました。明治32年、日本で初めて林学博士の学位を取得し、東京帝国大学農学部の教授として、明治、大正、昭和時代にかけて日本を代表する林学の専門家として活躍しました。また日本の造園学の基礎を築いたことでも知られており、全国各地の公園の設計を手掛け、国立公園の創設にも尽力したことから、日本の公園の父と呼ばれています。このほか、本田清六は自身で考案した倹約と貯金法を生活の中で実践し、莫大な富を築いた資産家である一方、それらの貯蓄を育英事業などで惜しみなく社会へ還元した社会活動家、慈善活動家でもありました。そして昭和27年、85歳で亡くなるまで生涯を通じて360冊余りの著書を表しました。その中には自身の経験に基づいた書生訓を数多く残したことでも知られております。このように本田清六は多方面で活躍し、さまざまな業績を残しましたが、その詳細については次回以降の動画でお話ししたいと思います。それでは次に、本田清六博士が林学博士になるまでの生い立ちについてお話しします。本田清六は江戸時代末期の慶応2年、現在の久喜市菖蒲町川原井にあたる武蔵の国埼玉郡川原井村の織原家の六男として生まれました。村役人を務める裕福な農家に生まれ育った清六は、人一倍負けず嫌いで、体が丈夫で泣き大将として活発な幼少期を過ごしました。清六が6歳の頃、地元の河原井学校に入学し、読み書きを習い始めますが、勉強嫌いのため学校の境内や本堂を遊び場にしていたといいます。そんな清六に転機が訪れたのが9歳の時でした。父が急死したことにより、一家の生活は困窮して厳しくなり、学校の傍ら、家業の農作業を手伝うようになりました。家庭が困窮したことで、かえって清六は学問が好きになり、学問で偉い人になろうと思うようになったといいます。14歳になった清六は、家族の反対に遭いながらも上京し、元岩槻藩士で大蔵省の役人だった島村泰の書生となりました。家庭の困窮状況もあり、春から秋にかけての農繁期には
実家に帰って農作業の手伝いをしながら、わずかな時間を見つけて勉強に励む日々を送りました。明治17年、17歳の清六は島村先生の勧めと家族から理解を得られたことにより、東京山林学校に入学します。東京山林学校は後に東京帝国大学農科大学となり、現在の東京大学農学部の前身にあたる学校です。東京山林学校で清六は林学を本格的に学ぶことになり、卒業後は母校の助教授、そして教授となって林学の研究と後進の指導に当たることになります。清六が東京山林学校を選んだのは、新しい学問への興味と学費の安さで、それが偶然にも山林学校だったのだと後に語っています。こうして東京山林学校に入学した清六でしたが、成績はほぼ最下位で、1学期の期末試験では落第してしまいました。清六の周囲の同級生は皆中学校や師範学校を卒業した学生ばかりで、遅れを取ってしまったのです。そして成績不振と落第を苦に、島村先生や家族に対して申し訳が立たないと清六は井戸に身投げしました。しかし幸いにして井戸の途中で体が引っかかり、一命を取り留めたといいます。この後、清六は島村先生に落第を不問にされたことで、生きる希望を取り戻し、改めて勉強に集中して、1年後には首席となるまで成績が上がりました。22年、22歳の清六は江戸幕府の旗本だった本田進の子千子と結婚し、本田家の婿養子となり、名字を本田に改めました。清六は林学を学んでいく中で、西洋の先進的な林学を学ぶため留学したいと考えていました。本田家との縁談の際、留学費用の支援を約束されたことから、明治23年、23歳の清六は東京帝国大学農科大学を首席で卒業すると、ドイツへ留学することになりました。ドイツへ渡った清六は、ドイツザクセン州ターラントの山林学校で5ヶ月間林学を学んだ後、学位取得のため首都のミュンヘン大学に移ります。ミュンヘン大学では4年間をかけて学位を取得して卒業するつもりだった清六に、思いもかけない知らせが日本から届きます。それは本田家がお金を預けていた銀行が倒産し、今後清六へ学費の仕送りができなくなるというものでした。元にあるお金をどんなに切り詰めても2年分の学費しか支払えない状況にあった清六は、2年間で学位を取得して卒業しようと決心し、猛勉強に励みました。そしてわずか2年間で学位を取得することに成功したのでした。清六はドイツで森林や造林の工業が木材生産だけでなく、保安、風致などの面でも人間に利益をもたらすことや、林業が国の財政に深く関わることを学びました。明治26年、日本に帰国した清六は26歳で母校の東京帝国大学農科大学の助教授となり、2年間のドイツ留学で学んだ成果がその後の研究や事業で発揮されることになります。そして明治32年、清六は32歳で日本初の林学博士の学位を取得することになるのでした。